典型地音,音院は、京都府京都市東山区にある浄土宗総本山の寺院。三号は、花長山。正名は花長山地音教員大屋寺。本尊は、法年省人像を呼び、阿弥陀如来、会期は、法年である。浄土宗の宗祖、法年がご反省を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽乱が建立されたのは、 江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も、京都の人々からは親しみを込めて、地を印千代を院山と呼ばれている。直太竜で門関にあたる、当主住職を、千代院では、浄土門主と呼ぶ。千代院は、浄土宗の宗祖、法年坊玄空が、東山吉水、現在の千代院聖主堂付近に営んだ草案を、その起源とする。 法年は、平安時代末期の長生2年、三政家国に生まれた。13歳で平山に登り、15歳で、そう、元光の下で特度する。18歳で平山でも奥深い山中にある斎藤、黒谷の明空に指示し、元光と明空の名前の一字ずつを取って、法年坊玄空と改名した。法年は、当時代の構想、禅道の著作、 勧業書を読んで、先週念仏の思想に改願し、浄土宗の改装を決意して、比叡山を降りた。上安5年43歳の時であった。先週念仏とはいかなるものも一心に、御田の名を唱え続ければ、極楽往生できるとする思想である。この思想は、旧仏教側から激しく球団され、攻撃の的となった。法年は、 県営2年には、サヌ帰国に流罪となり、4年後の権略元年には、許されてとに戻るが、翌年の1月、80歳で没した。法年の重房は、現在の地温院聖死堂付近にあり、当時の地名を取って、吉水五房大谷全房などと称されていた。ここでの法年の布教活動は、流罪となった、晩年の数年間を除き、 浄土宗を改装する43歳から生涯を閉じた80歳までの長きにわたり浄土宗の中心地となった。ここに法然の病が作られ、弟子が守っていたが、軽く3年延暦寺の首都によって破壊されてしまう。文脈元年、法然の弟子である紫の門との聖官房現地が再興し、史上天皇から家長や町音響員の親でらの事号を課し、されるなどして、 紫の門徒の拠点となっていった。天治2年、鎮西義の弁長の弟子吉忠が鎌倉からやってくると、間もなくして、紫の門徒の百万千音寺三世神へは、東山の赤築地において義忠と談議を行った。そこで両流を競合してみたところ、相違するところが全くなく符合したので、以後、現地の門流は別流を立てずに、鎮西義に合流することとなった。 これにより、紫の門との拠点であった、千音院と百万千音寺は、鎮西吉野京都での有力な拠点となった。永響3年に火災にあって消失するが、間もなくして再興されている。応仁元年に始まった、応仁の乱の際には、千音院22世、周誉れ玉林が、大見国位科律の近隣寺に避難し、法年見陰屋仏像、 好物類を付近にあった伊予に避難させ、この世を改めて新地音院とした。そして、文明十年に地音院を再興するが、永翔十四年にも消失する。大英三年、地音院十五世尊牛と百万地音寺十五世、慶州との間で本寺争いとなったが、地音院が勝利し、鎮税よしで、第一の雑儀となり、本山となった。また、戦国時代には、 炎誉まれ少年による先週年物集団一心引流が成立して、鎮勢予から分派し、天文十七年に法年承認五秒の迎えに一心院を混流している。さらに、天正三年には、大木町天皇より浄土宗本寺としての承認を受け、諸国の浄土宗僧侶への回付与、剥奪の権限を与えられた。謙遜の三門、 本堂をはじめとする壮大な画乱が建設されるのは江戸時代に入ってからのことである。浄土衆都であった徳川家康は、慶長十三年から地方院の寺地を拡大し、書道の造営を行った。造営は江戸幕府二大将軍、徳川秀忠に引き継がれ、元存の三門は元那7年に建設された。寛永十年の火災で、三角、京造、 聖子堂を残しほぼ全焼するが、三代将軍、徳川家光の下で、直ちに再建が進められ、寛永18年までに、ほぼ完成している。徳川家が千代院の造営に力を入れたのは、徳川家が浄土修徒であることや、千代院25世、長与尊牛が、松平氏、第5代、松平長近の弟であること、二条城と共に、 京都における徳川家の拠点とすること、徳川家の威勢を誇示し、京都御所を見下ろし朝廷を建成することといった政治的な背景もあったと言われている。江戸時代の代々の門主は皇族から任命されたが、さらにその巫女は徳川将軍家の勇士となった。1947年、法年承認五病を中心とする一州一元運動を提唱し、 地音院は自らを本山とする本派浄土宗を結成し浄土宗から分派する。1950年には法年承認五秒の向かいにある一心院が浄土、そうして余派を結成して浄土宗から分派した。しかし、1961年の法年承認750年期を機に、翌1962年に地音院と浄土宗本派は浄土宗に合流し、 千音院が再び浄土宗の総本山となった。千音院の境内は、三門や達中寺院のある下段、本堂など中心伽藍のある中段、静止堂、法年病などのある上段の三つに分かれている。このうち、上段が改装当初の地域であり、中段、下段の大伽藍は、江戸時代になって徳川幕府の全面的な援助で新たに造営されたものである。 東大寺通りに面した草門を通り、緩い坂道を登った先に西面して三門が立つ。三門をくぐると旧内石段があり、本堂などの立つ、中段に至る。三門は、徳川二大将軍、徳川秀忠が寄進したもので、平成大修理時に、上層屋根の土井吹いたという部材から現那七年の牧書が発見され、同年の混流と判明する。入り屋り。 本河原武器、五軒三個の二重門である。高さ二十四メートルの堂々たる門で、東大寺南大門より大きく、現存する日本の寺院の三門の中で最大の二階二重門で、ある。組物を密に並べた、爪組とすること、地巻付きの円柱を石杖板状に建てること、上層のたるきを、扇たるきとすることなど、細部の様式は全周様であり。 ゼ寺ラの三門に似た形式とする。門の上層内部は、釈迦如来像と十六羅漢像を安置し、天井には、竜図を描くなど、やはりゼ寺ラ風になっている。日本三大門の一つに数える説がある。地音院境内は、下段、中段、上段の三段に整地されており、本堂はそのうちの中段に難面して立つ。寛永十年、 1633年の消失により、寛永16年に、徳川家光によって再建。周祖法年の像を安置することから、三影堂とも呼ばれる。地温院で最大の道具であることから、大殿とも呼ばれる。入りもや像本川らぶき、間口44.8メートル、奥行き34.5メートルの壮大な建築で、江戸幕府造営の仏道としての異様を示している。 建築様式は、外観は、保守的な和洋を基調としつつ、内部には全州様の要素を取り入れている。柱間は桁雪11件、張間9件で、手前の張間3件分を畳敷きの外人とし、その奥の桁雪5件、張間5件分を内人とする。内人の左右はそれぞれ手前の張間3件分を脇人、奥の張間2件分を脇段前と呼ぶ。 道内最も奥の張り間一軒分は中央の桁行き五軒を後人、左右の桁行き各三軒を脇段とする。内陣の奥には四天柱を立てて内々陣とし宮殿系図紙を置き、周祖法年の木造を安置する。徳川幕府の造営になる近世の本格的かつ大規模な仏教建築の代表例であり、日本文化に多大な影響を与えてきた。 浄土宗の本山寺院の建築としての文化史的意義も高いことから2002年、三角と共に国宝に指定されている。屋根の上、中央に屋根瓦が少し積まれているが、これは完璧なものはないことの暗誘だとされる。2007年から屋根の修復作業が行われた。法然上人像は、 毎年12月25日に御身拭え式が行われているが、平成23年12月25日には、御影堂大修理に伴い、御身拭え式の後、潜座式が取り行われ、修理の間のみ、法年商人未到と解消していた、周回堂に安置された。2020年4月13日に、落慶潜座法要が行われ、法年商人像は8年4ヶ月ぶりに本堂に、 戻った。三影堂大修理2011年に半解体を伴う大修理を発願し、8年計画で屋根瓦の全面吹き替えをはじめ普及、破損箇所の取り替えと補修、軒下の修正、耐震診断調査に基づく構造補強などを行い、2019年にひとまず竣工し、内装などの復元を行って2020年4月13日に落慶法要が行われた。 一度外されて補修された屋根が2016年に再び見陰堂に載せられた。なお、解体中は月に一回無料で修理現場が公開され、屋根が戻された直後も修理現場が一般公開された。新型コロナウイルスの影響により、落景法要は大幅に縮小された。蒸気の共造以下の各建物は重要文化財に指定。このほかカラモン 周回道、大栗、小栗が重要文化財に指定されている。いずれも、官営復興期の建築である。阿弥陀二十五菩薩雷豪図、法年商人絵伝の内巻一代二段法年は、長生二年四月七日、三作国久兵南城のおし令いし、恩馬時国の子として誕生した。画面は、時国の館。奥の屏風で囲われた部屋が、三部屋である。 法年商人エデンの内巻一大三男幼児から、聡明であった聖師丸は、庭で遊び回る少年たちとは、対照的に、屋敷の西面の壁に向かって合唱している。菩薩と原教以上のうち、菩薩と原教以下の三件は、幕末から明治にかけて、門司を務めたよう通る邸の収集品である。国宝指定物件のうち、絵画、書籍は京都及び、 奈良の国立博物館に寄託されている。建造物美術工芸品転居、2000年までの指定物件については、国宝重要文化財大前別館による、境内は無料で拝観できる。ただし、北条庭園と友禅園はそれぞれ庭園拝観料が必要である。また、臨時で三門の老城及び大北条の建物内が有料で一般公開されることがある。 本堂、阿弥陀堂、周海堂、静止堂、5票の内部及び本堂、阿弥陀堂と周海堂を結ぶ、渡り廊下に、無料で入場できる。国立歴史民族博物館の、急高給料取り調べ庁データベースより算出した、幕末期の地温飲料は、以下の通り。郵便番号605-8686京都府、京都市東山区新橋通り。 大和王子東いる山頂メリンゲ町400、ありがとうございます。